ちは、時短料理研究家の糸原絵里香です。今日はミラノ風ドリア風を作っていきたいと思います。サイゼリア行ったことありますか？サイゼリアのミラノ風ドリア風を作っていきたいと思います。結構風だから皆さん楽しんでいただけたらと思います。それでは作っていきましょう。決め手、ミラノ風ドリアの決め手はこちらの、ミートソース、うんうん、ミートソースね、これミートソース、パスタソースのミートソース、ね、あ、そうそうそう、パスタソースのミートソースね。で、これはね、あのね、次クリーミーカルボナーラソース、これよかったら見つけてください。あの、いろいろあるから、クリーム、メーカーなんでもいいんだけど、カルボナーラのタレ、これね、あのね、あのホワイトソース作るのを時短します、これで、ね、あとはチーズですね。で、これね、なんと私の近所のファミマで全部手に入ります。、まあ、ファミマじゃなくてもコンビニだったら大体あるんじゃないの、こんな。ありそう、ありそうね。カルボナーラのタレとミートソースのタレと米、はい、で普段は私は今日はお行儀よくお米を炊飯していますが、砂糖のご飯を使っていますので、皆さんは全部電子レンジとオーブントースターでできちゃうってわけですね。すごい。でいきまーす。作り方も超簡単、はい、米を入れます、はい、グラタン皿に、はい、おー、もう全部全部、これ一膳、あの、なんていうの、お茶碗一杯分ぐらいの、うんうんうん、ご飯を一人前ぐらい、そう、ね、入れていきます。で、ちなみにこのタレは二人前分ぐらいあるから半分ぐらいずつ使ってもらうといいですね。はい。で、ご飯鳴らしてください。で、ご飯のポイントは、まあ、もうこれってさ、ポイントとかないわけよ、ぶっちゃけかけりゃええから。ないんだけど、ご飯を、あの、ふんわり盛ることですね。ご飯をふんわり盛ることがポイントです。あんまカチカチにやると中にソースが浸透しないから、ふんわり盛ってください。はい。で、続いて、その1、カルボナーラソースをかけていきたいと思います。はい。カルボナーラソースを、半分ね。半分っていうか、これね、メーカーによって重さが違うわけよ。140だから70かけていきます。まあ50から100ぐらいだったらいいと思います。ノリで。雰囲気でかけて。はい。おー。あー、美味しそう。これがね、あのね、ホワイトソースもの役割も果たすし、上にちゃんととろけるスライスチーズ乗せるんだけど、チーズの役割もね、半分果たしてくれるから。へー。で、ブラックペッパーのね、香りもあるから、もうこれね、もう全部、何でもできる。うん。もうこれで何でもできる、全部大丈夫。で、ご飯にちょっと染みさせてあげてください。染み染み、ちょっとね、スプーンで圧をかけてあげて、ご飯の中に染み込ませてあげること。今ね、こんなね、料理ポイントなんかないのよ、正直。だから、なんとかしてポイントを捻出してるんですけど、尺稼いでる。そう、尺稼いでます。で、皆さんもっと早く作ってもらうんで、時短料理は早いことが一番大事ですからね、はい、で、次トマトミートソースも半分ぐらい、おー、50g から 100g のミートソース、味濃いのが好きな人はもっと入れてもいいけど、まあ普通の人は 50g から 100g ぐらい、なんかラザニアみたいですね。あ、そう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 です、そうです、こんな感じ。うん。で、これ、はい、塗る以上。味は以上です。で、続いて、はい、チーズ、はい、チーズも好きなだけかけりゃええって感じなんだけど。何のチーズでもいいですか？いいです、何でもいいです。とろけるチーズだと、まあ、よりとろけるよね。知ってる知ってる知ってる、みんな知ってる。とろけるチーズはとろけるよねっていう、うん、あのピザ用のシュレットチーズとかでもいい、ね、あ、全然大丈夫です、全然大丈夫です。だいたいね、冷凍してね、うん、もう余ってたりする。ちょり、ちょりすりで、チーズ入れていきます。はい。それで、オーブントースターで、あの、チンしたら完成です。オーブントースターは5分ぐらい、オーブンの場合は予熱180度の5分ぐらいで、電子レンジしかないよっていう方は電子レンジでもいいです。電子レンジは温めモードでチーズだけ溶かしてください。ではここまでできましたら加熱していきたいと思います。皆さんできましたでしょうか？美味しそう。ミラノ風ドリアじゃない、もうこれは。ミラノ風ドリア風なんだけど。ミラノ風ドリア風じゃないですか。ということで食べていきたいと思います。すごいよ。チーズ。あ、チーズちょっと見れたい、見れたい。美味しそう。いい感じ。これすごい美味しそう。絶対熱い、絶対熱い、絶対熱い。絶対熱い。こんな湯気立ち上る。ちゃんと作ったわ。ちゃんと作った熱さ。でも本当に皆さんに、感じていただきたいのは、これ、なんか簡単すぎて、なんかご飯に出すにはちょっととか思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれないけど、上等にご飯だから、上等なご飯だから、うん、だからもうぜひちょっと疲れた日とか夏場だし、もうキッチン立ちたくないなっていう日には、ファミマとか、あのコンビニでね、ソース、あのタレ用意しといて、あとはご飯炊けばもうね、ドリアできて一品ドンで、もうあとスープサラダ以上みたいな。もうサラダも買ってきたっていいのよ。スープももうなんかカップスープ買ってくればいいから、そんな感じで、晩ご飯
していただける日があってもいいんじゃないかなと思います。暑いしね、うんうん、ということでいただきます。やっと冷めてきたっぽい、はい、いきます。美味しい。これめっちゃ美味しいんだよしかも保存が効く。そうそうね、だから、いつみんながしんどくなるかわかんないじゃん。だって暑くて夏バテしちゃうかもしれないし、熱中症になるかもしれないし、まあ、いろんなね、夏は危険があるから、もう今日はもうご飯作りたくないなっていう日がいつ来るかわかんないから、常備しといてください。でもこれ作って出したらもう、すごいってなるから、やってみましょう。めちゃくちゃ美味しい。お子さんがね、作るとかもね、はい、できそう。うん。すごい、チンするだけとか。全然危なくない。包丁も使わないし、火も使わないので、ぜひ親子でも楽しんでいただけたらと思います。それではぜひ皆さんこの夏作ってみてください。ありがとうございます。皆様動画をご覧いただきありがとうございます。ここで一つお知らせがあります。なんと私初のレシピ本を8月31日全国の書店インターネットで発売することが決定しました。ありがとうございます。今までレッスンや YouTube で大人気だったおかず50品以上を収録しておりまして、その全てにですね動画がついております。ですのでぜひですね皆さん本とそして動画を一緒に見ていただきながら一緒に作っていただければと思います。詳細は概要欄へぜひチェックしてみてください。